どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、犬のうんち放置をまだ見かけます、どう思いますか？良くないね。もちろんね、糞の始末はちゃんとしなきゃいけないんですけど、これね、問題なのがね、そもそもね、ビニール持ち歩かない人もいたりする。特にね、夏の時期なんかだと草むらがすごい高い。だからやっぱりこう、草が高くなってくると、中にガサガサって入ってうんちしてると、まあ拾ったか拾ってないかってよく分かんない時もあったりするんですよね。で、特にうちの近くに公園があったりするんですけど、そこの公園でもよく見かけます。間違いなく当たり前だけども、ワンちゃんの糞が落ちてるってことは、ワンちゃん飼ってる人の仕業ってことなんですよね。これあんまりやっちゃうと、近くの公園でも使っちゃいけませんってなったら、最終的に私たちが一番困るわけですよね。もう私なんか特に目の前にあるから、いつもお散歩で使ってるから、ワンちゃんたち出入り禁止なんてなっちゃったら、もうそれこそ困るわけですよね。本当にね、犬好きが犬好きの首を絞めないようにね、ルール守っていかなきゃいけないんじゃないかなって思うんですけども、でもね、結構ね、これどうなのっていう方はね、いらっしゃったりする。びっくりしますけど、自分がいつも歩いてる公園って真ん中にね、池があって、周り全体がこうぐるっと回ってこれる公園になってるよみたいな。ありえないんだけども、中にはスコップ持ってきて埋めるのもダメなんだけど、埋めてく方もいるけども、もっとびっくりするのが、池に投げ捨ててく方も中にはいます。なので池に投げ捨てる行為っていうのもどうなのかなって思ってるところがあって、糞はちゃんと袋で取って持ち帰っていただくのが一番いいんじゃないかなって思っていて、特にね、道に放置されてたりすると、間違って踏んじゃったりとかしてもね、不快な思いすることが多いんじゃないかなって思いますので、そこはね、きちんとね、袋で取っていただけるとね、いいんじゃないかなって思っております。あとですね、お散歩バッグの中に入れておくと便利なものってなってくると、まず一つがティッシュですね。これ入ってると、ワンちゃんのうんちがちょっと柔らかい時あったりするんですよ。夏場なんか特にお水飲む量増えたりとか、あと急に食欲なくなったりとかすると、体調不良でちょっとね、消化が弱くなったりすると緩くなったりすることってあったりするんですけども、そんな時にもね、ティッシュでくるくるって捨てられると、わりかし綺麗に取れるんじゃないかなって思ってるので、どうしてもワンちゃん間に合わないと道の真ん中でしちゃったりとか、普通はね、土とか草のとこ選ぶんだけど、なぜかアスファルトの真ん中でするっていう子も稀にいます。そんな時にもね、綺麗に取るのにはいいんじゃないかなって思ってるのと、やっぱ取り切れない時ってちょっとあったりするよねっていう時には、水で流しちゃう時もあったりするかなと思っていて、500ミリのペットボトルに水を入れて持ち歩いてたりはするかなっていう感じですかね。なので、ワンちゃんの糞のね、始末ですね、これはきちんとしていかないと、最終的にはね、回ってくると自分たちが使える場所が減っていくっていうことにつながっていくんじゃないかなって思ってますので、ぜひね、みんなで使う場所は綺麗にね、使っていただいて、埋めるのとか、どっかにポンポンって捨てっちゃうみたいなのもね、なしで、中にはね、下水道側溝みたいなところに捨てていくみたいな人もいたりするんですけども、やっぱりね、ちゃんと持ち帰っていただくのが一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、袋は忘れずに持ってお散歩に行くようにしてください。はい、ということでね、ルールを守って使いましょう。私たちね、愛犬家たちによって愛犬家のいる場所を減らしちゃうっていうのは、なんてバカバカしいんだろうと思いますよね。なので、ルールをしっかり守って、私たちが使えてワンちゃんたちと楽しめること、これからもね、どんどんね、増えてったらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ルールを守って、公園だったりとか、ワンちゃん連れて入れるところ利用してみてはいかがでしょうか。